はい、どうもこんにちは。はい、来ました、スピラチャンネルです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大好きな、はい、ハードグッズですよ。ありがとうございます。はい、ナウビンディング、はい、来ました。来ましたね。2022-23ニューモデルナウビンディング紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前面に並びましたこの6型ですよ。はい、まあ、大体なんかここがメジャーどころなんですけど。なるほど。モデルはドライブ、ドライブ、セレクトプロ、セレクトプロ、パイロット、パイロット、ブリゲード、ブリゲード、 IPO2.0、 ね、IPO2.0、 はい、うちでもここをメインにメーカーにオーダーしてるっていうことなんですけど、主力戦そうですよっていう感じですね。はい、いつもなんかレディースだけ結構ないがしろにしてるような感じなので。これレディースのコンダってモデルです。コンダ、はい、これレディースのトップモデルなんだけど、おお、新しいアンクロストラップと。ああ、そうなんですね。はい、レディースだけに採用されてるトゥーストラップと。へえ、黒々しくて強そうな感じのビンディングで、渋いですね。レディースも新しいモデル出てますって。はい、はい、紹介しますよ。はい、まずはこの端っこのトップモデルって言われる、はい、ドライブ、ドライブ、その上にもオードライブっていうのがあるんだけど、はいはい、カーボンハイバックのやつね。ああ、硬いやつですね。もう値段は10万円を超える、10万7800円っていう、なかなかのパンチでございますね。ビンディングもう10万を超える時代だよ、もう。板買えちゃう。まあ、うちもさすがにちょっとオーダーはしてなくて、はい、このドライブからっていうモデルなんだけど、その次からってことですね。それでも6万9300円っていうね。なかなかですね。なかなかだよ。まあ、このモデルがベースプレートも、はい、ハイバックもちょっと他のモデルとは素材が違くて、はい、よりカチッガシッとした感じのフィーリングで使えるみたいです。はい、ベースプレートも H3 っつってハンガー 3.0 って、はい、2021年からかな、はい、が出た新しいモデルで、はい、まあ、インサイド側には、深く掘れてて、アウトサイド側にはストレートで外側に力が逃げないようなベースプレートになってる。アンクルストラップも結構しっかりしてて、まあ、よりカービングに徹した、はい、結構しっかりとしたモデルになってるんだよね。あ、なんか本当フリーライドの人たちに人気っていうイメージありますね。そうそうそう、うん、近いライダーではあの東側にいる中川慎也って、はい、フィールダーデザインのサポートを受けて、はい、ドライブのモデルを使ってる。ああ、そうなんですね。結構調子いいみたいな。あ、トッププロもご愛用ということですね。そうそうそう、うん、パウダーでも、はい、アッセスゲレンデのカービングでもすごい調子いいって言われてるんだよね。まあ、そっからするとこのセレクトプロっていうのは何がすごいって言ったら、はい、このブッシュゴム、ね、はい、この4点で止まってるっていう、はい、このブッシュゴムがビンディングをつけるディスクよりもちょっとこう下目についてて、はい、ディスクでギュッと押さえることによってボードのレスポンス、ビンディングの硬さが出るようになってる、ね、はい、そのブッシュゴムがこのセレクトプロだけがソフト、ミディアム、ハードって3種類全部ついてるんで、ね、嬉しいですね。まあ、お好みに合わせてセッティングを変えたりとか、はい、こう右と左でインサイド側だけをソフトにして、こう足がこうパワーポイントが内側に来るように膝寄せやすいように絞りやすいようにソフトにしたりとか、なるほど、で外側をハードにしたりとか、ちょっとヒールエッジ苦手だからヒールエッジをハードにして、つま先側はかけやすいからちょっとソフトにしてみたりとか、こうそういう風にセッティングすることができるっていうね。いや、言われてみれば確かにそういう使い方できますよね。そうそう、あの別売りでもこのブッシュゴムって売ってるんだけど、このセレクトプロの場合はもう3種類全部ついてるから、はい、もういろいろ付け替えて試すことができる、ね、そうですね、お好みにいろいろ変えれるっていうのいいですね。そうそうそう、これはもうすごいナウビンディングの特徴的なものだと思います。はい、まあ、その硬さによってテコの原理でエッジがかけやすくなったりとか、はい、まあ、通常 60% のエッジの力加減って言われるところが、はい、テコの原理でもう100を超える 120% まで本当にこう力を増幅させるっていう意味合いのエッジング、エッジグリップ力がこう加わるって言われてるんだよね。そうらしいですよね。そうなんだ。これすごいいいなって思うのが、ディレクショナルボードとか、はい、パウダーボードって言われる板でカービングをしてる人たちも多いんだけど、はい、シェイプが結構太い板が多いんで、そうですね、そうそうそう、それ系の板はもうだいぶエッジに乗せやすい、体重を乗せやすいっていうか、カービングしやすい、ビンディングでカービングがしやすいような感じに仕上がると思う。確かにそのファットボードとかやっぱり長い板とか扱う時にはやっぱりエッジへのレスポンスが高いってことは安心感ありますよね。そうだね、はい、やっぱなかなかこう体重軽くて小柄でうまくエッジに体重乗せづらいとかっていう人も、これらのビンディングだったらやっぱ結構コントロールしやすくなるんじゃないかな。そうですね、
気がするね。そうですね。パイロット。パイロット。レディースのコンダでも使われてた。あ、はい。新しいアンクルストラップね、これね。お、うん、最軽量で、はい、超頑丈って書いてた。あってことは結構フリースタイル系でガシガシ使いたい人はこれいいんじゃないか、ね、これですよね。これだね。あのスコブルトップモデルっていうわけではないんだけど、はい、結構上位機種に匹敵するぐらい、はい、クオリティがすごい、テクノロジーもしっかりしてるっていう感じだね、これね。そうですね。いや、うん、なんかあの結構雑誌とかでも見ますよね。あ、そうだね。この軽量系のダウのやつって、まあハイバックも非対称でインサイド側に面積が広くて、はい、結構しっかりブーツをサポートしてくれる形状だったり、よく見ると結構やね、しっかりしてるよって言ってたそのドライブとこうハイバックの形状もなんとなくちょっと似てて、似てます ね、 そうなんね、同じテクノロジーで作ってるんですね。色もかっこいい、色かっこいい、これオレンジだから、あのオレンジの人気になってる一人しかいないじゃないですか。一人しかいないパイロットですよ、はいはい、ブリゲーですね、これね、はいはい、ハイバックのこの隙間の切れ込みが、はい、こうハイバックがこうやしなるというか、はい、柔らかくなってて、まあ、どっちかというとエッジグリップはいいんだけど、こうブーツの自由度が高いからグランドトリックとか、はい、うん、そういうこう小技系なトリックとかにもだいぶ対応できるんじゃないかなと思います。そうですね、なんか楽しそうですね。ね、アンクルストラップも、はい、アシムシーバストラップって言って、アシムシーバストラップ、そう、なんかこうウレタ EVA のウレタン系の柔らかいストラップ、おー、うん、ここを見るとこう上の形状とこう下の形状とちょっと違うの分かる。違いますね。下の方がなんかセリ出てる。下の方がこう張り出てて、はい、うん、上は結構ちょっとレイアウト的に細くなってる、はいはい、なんでこうブーツもちょっとこう左右に動きやすくなるっていう。へー、うん、でもこれ左右右と左のビンディングのストラップを入れ替えると、はい、これがひっくり返って今度上に広くなるの、ね、上下逆になるってことですね。そう、そうするとこう外側に逃げる力をストラップで支えてくれるので、まあ、力がこう伝えやすくなったりとか、むしろちょっとカチッとした乗り方にこう変化するんで、へー、ストラップもこう工具がいらないような感じで簡単に付け替えることもできるので、ああ、そしたら現場で今日ちょっとこんな感じでっていう時にガシガシフリーライド行くかっつったら、こうちょっと張り出てるところを上目にしたりとか、あ、うん、まあ、ちょっと昼からグラトリ練習しようぜなんつって付け替えたりとかもできるっていうね。そういうなんかあの大胆な切り替えが現場でささっとできるのってすごくないですかね。いいよね、はい、しかも工具レスっていうかね、いやいや、すごいですね、うん、これは IPO2.0、はい、まあ、結構スタンダードなモデルで、はい、まあ、ハイバックの面積もちょっと小さめで、はい、よりフリースタイルっぽいような感じの雰囲気。そうですね、そう、使いやすそう。そうそうそう、まあ、これとさっきのブリゲード H2 っていうベースプレートで、はい、さっきの H3 って結構しっかりカチッとしてるものに比べて、はい、外側も内側も切り込みが入ってでブーツの自由度が高いベースプレートになってね、うん、もうヒールカップの幅は H2 も H3 も一緒なんだけど、はい、さらに H1 っていうやつはこのヒールカップホールがちょっと狭くなってる、ね、ああ、うん、そうなんですね。ただなかなかサイズレンジサイズ選びがちょっと難しくなるんだけど、はい、じゃあ26センチのブーツだったら H1 だったら M サイズになるけど H2、H3 だったら S サイズでも履けんじゃないかと、あ、うん、そこはちょっと手持ちのブーツをお店の人に聞いて、このブーツ履いてるんですけどどうですかって、何使ったらいいですかっていうのをちょっと確認した方がいいかもしれない。そうですね、まあ、より密着度フィット感を気にする人はそこ結構大事だったりとかするので、はい、それも要注意です、はいはい、でね、レディースのトップモデルコンダ、はい、かっこいいものですね。ですね、さっきのね、このメンズのパイロットと同じ最軽量超頑丈って言われるアンクルストラップで、はいはい、結構立体的なストラップだからブーツにもフィットしてビンディングのレスポンスも良さそうでね、はい、うん、レディースの方でもスノーボードガシガシ行きますっていう人だったらこれ使っとけば間違いないみたいなところありますよ ね、 なんかそんな感じするね、はい、うん、しかもなんかちょっと軽いような気もするしね、はい、うん、てな感じの、はい、ナウビンディングニューモデル、はい、一挙に紹介しました、はい、来年も気になるねこれね。いやこれしかもナウビンディングって設定がめちゃめちゃ細かいから、そう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 本当は本当はもうアンクルストラップとかトゥーストラップとかハイバックとかもう覚えきれないぐらいの種類と名前がもう監督も俺も老眼だからカタログ読めないもん、ね、読めないの、もう全然文字が文字もう心折れましたもんね、まあ、詳しくはショップへっつって、ね、逃げたね、逃げましたね
てな感じで、はい、来年のナウビンディング好みのビンディングを選んでください。はい、それではまた。ありがとうございます。ありがとう。